岩手上里駅は岩手県東野市上里町板沢にある東日本旅客鉄道釜石線の駅である。東駅は1914年4月18日に岩手京弁鉄道が東の仙人峠間を開通させた時に開設された。当初は第一、早瀬川橋梁の工事が遅れた関係で仮橋運行となり路線自体が貨物営業のみであった。 5月15日から旅客営業が開始されたが、これについては5月19日の説もある。その頃は 762mm 特殊凶気の京弁鉄道であった。また、岩手京弁鉄道の中間区間での工事が難航して東側で部分開業をしたため、東線として孤立した区間で運行していた。 花巻千人峠の前線が完成したのは1915年11月23日のことであった。1936年8月1日に国有化されて国鉄の駅となった。その後は国鉄標準の 1067mm 機関への改め機工事が進められた。しかし、第二次世界大戦の戦局悪化に伴い、労働力や資材が不足して、 改めき工事は一旦中止となった。1948年9月にアイオン台風によって山田線が大きな被害を受けると三陸海岸方面への鉄道連絡を早期に回復させるために釜石線の工事が再開されることになり12月に再着工した。1950年10月10日に千人峠を越える区間が完成して釜石線が 全通するとともに、塔の足が、狭の改め機工事が完成し、全区間5067 m m 期間の列車が運転されるようになった。島式ホーム1面2線の列車交換可能な地上駅、北上駅管理の無人駅である。案内状の乗り場番号は割り当てられていない。ありがとうございます。